アイスクリームをかき氷のように削った台湾アイスに、道民に馴染み深いあの飲み物を使ったソフトクリームも。全国の人気店のアイスクリームなどが集まった夏のアイス&スイーツフェアが今日から始まりました。どんどん削られていっていますね。これ台湾のシルクアイスなんです。今削られているものは練乳だとか果物のピューレを固めたもので、これ自体に味がついているんですって。台湾では大人気というこの新感覚スイーツ、私も食べてみました。シルクアイスっていう名前の通り、とっても舌触りが滑らかなんです。練乳のまろやかな食感とレモンの甘酸っぱさが、これ夏にぴったりですね。こちらのお店ではちょっと変わったソフトクリームが人気です。その名も、はい、お待たせいたしました、利尻昆布のだし塩ソフトになります。ありがとうございます。昆布のソフトですって。しかもこれ最後に昆布まで刺してくださいましたよ。そうなんです、利尻産の昆布をたっぷり使ったソフトクリーム、味の想像ができません。お出汁感感じます。昆布のちょっとした塩味がこのソフトクリームの甘さをより引き立ててくれています。昆布と牛乳のソフト合うんですね。すごい。道民のあのソウルドリンクを使ったソフトクリームも、そうガラナです。爽やかな風味を再現するため、口の中でパチパチ弾けるキャンディーが。ガラナを飲んだ時のシュワッとした感じが、やっぱりこう上に乗ってるキャンディーがこう口の中でパチパチ広がることで、本当にあの味を再現してくれてます。北海道初上陸、京都の人気カフェのムースも、ふわふわの雲の中には小豆がたっぷり。アイスクリーム以外にも見た目にも可愛らしいスイーツの数々に目移りしてしまいます。初日にもかかわらず大勢の客が訪れ、中にはスイーツ片手に写真を撮る人も。これ2個目なんですけど。え、もうすでに2個目ですか？すごい美味しかったです。いろいろ回るのも大変なので、一箇所で楽しめるのがすごいいいなと思います。ジェラートやアイスを食べてスッキリしていただきたいです。 SNS 映えもすると思いますので、それも撮っていただいて食べていただいて楽しんでほしいです。可愛らしいスイーツを見るだけで楽しい、食べるともっと幸せ。アイス&スイーツフェアは来月1日まで大丸札幌店で開かれています。